はい、おはようございます。ラスカルでございます。いやー、今日あったけえな。天気がめちゃくちゃ良くてですね、もう日向ポカポカ。今ね、撮影時期はまだ1月の終盤ですが、春をね感じるようなあったかい過ごしやすい一日でございます。で、今日はですね、もう冬終盤ということで、スタミナをつけたいなと、ということでがっつりとしたラーメン食べに行きたいと思っております。がっつり系のラーメンといえばね、いろんなジャンルがありますが、今日は脂質糖質全開の腹ペコがみんな大好きな美味しいラーメンを食べていこうと思っております。本日お伺いするお店到着しました。ということで本日はですね、僕の後ろに見えておりますスタミナ満点ラーメン鈴木上ちゃん店さんに訪れております。いや、もうね、ここ外からニンニクだったりとかお肉、油の美味しそうな匂いしておりますね。一度ね、こちらのお店は僕の動画でも訪れておりますけれども、もう本当美味しいラーメンでございます。今日はですね、お腹空いておりますので、がっつりとスタミナラーメンを食べていこうと思います。ということで本日こちらお世話になります鈴木さんの店内に入っておりまして、いただく一杯目すでに完成しております。一杯目にいただきますのがもちろんスタマンそばということで、今回ですね、こんな感じに麺が大盛りで、その他にもこちら卵ですとかライスもいただいております。いやー、もう待ちわびてました。早速これ出来たてですね、いただきたいと思います。この丼面に合うの久々ですね。もう香りがたまんない。何よりもまずこのスープですよ。これがね、うまいの。あ、うまい、うまいな。うまこのスープなんですけど、具材と一緒に煮込まれていてね、この野菜の甘みだったりとか、お肉のうまみ、この油感と全部が染み渡ってて、たまらんな。うん、うまい。動画に限らずこのお店でいただくのが久々でして、通販ではねこのラーメンが恋しくてちょこちょこ買って家では食べるんですけど、やっぱねお店で食べると一味違いますね。あー、なんかこう雰囲気も相まってうまいわ。早速これ麺いきますか。いや、この麺ですよ、見て、上からたまんないですよね、この醤油に染まった感じ。うまいな。パツッと歯切れのいいワシワシとした太麺、これがですね、このお肉だったりとかニラ、玉ねぎと具材と合うのよ。これはライス、うまっ、うまい。いや、米に合う、めちゃくちゃ合う。ちなみにこの今回のライスのサイズ、別に大盛りとかではなくて並のライスですね。こちらの鈴木さんではライスが小ライスと通常のライス選べるんですけれども、ライスにしますとこのサイズきますので、注文する際これは食べられないよという方はぜひね、小ライス注文してみてください。ちょっとどんどん卵のトッピング試していかないと麺なくなっちゃいますので、まず通常の生卵ですね。これがまたこのこってりした味と合うんだわ。たまらんな、これはたまらん。いただきます。合う合うわ、間違いない。ちょっとこのニンニクと生姜、無料トッピングも全部入れてますので、よりね生卵と合うように混ぜちゃいましょう。
ゃあそのまま別のこの生卵ですね、ポン酢が入ったタイプです。これうまそう。ポン酢の酸味は絶対これ合いますわ。米だな。うまっ。止まんないなこれ。このまんまいっちゃうとこの最後の器分の目がなくなっちゃうので、これも紹介させてください。油まさおというこの味付き油とうずらが入ったメニューなんですけど、もうビジュアルからたまんないんですけど、ここにね丼にかけるのでなく、ここにつけていく形視力の増し方が半端じゃない。個人的になんですけど、この油マサを注文するときは無料トッピングのニンニクはマストですね。刻みニンニクとこの背脂の感じ合わさると半端じゃなくうまい。そろそろですね、この麺もライスも残り少ないので、この穴あきレンゲでですよ、ライスにね具材をあえつつ、よいしょ、ちょっとこれ背脂このご飯をやばい。冷めんなこれ。あっという間でございました。本日の一杯目、こちらスタマンそばですね。大盛りで注文しますと茹で前で麺量が 360g ということで、いわゆる二郎系のラーメンよりも大盛りにするとね多いんですけど、それなのにこれペロッと完食してしまいましたひとまずごちそうさまでしたということで、こちらのね熊谷にございます上ちゃん店さんでは、通常のスタマンと辛いスタマンがございまして、2杯目に辛いスタマンをいただくんですが、それ以外にもですね牛乳があるんですよ。通常の白い牛乳で、コーヒー牛乳、いちご牛乳で、最後にフルーツミックスと、こちら4種類瓶でね販売してまして、辛いスタマンの方ではせっかく辛いものいただきますから、デザートに牛乳と一緒に食べていこうと思ってます。いや絶対うまいよね。ということで本日の2杯目完成しました。2杯目いただきますのが辛いスタマンそばということで、こちらのね辛いメニューに関しては辛さが3種類選べるんですけれども、一番辛いものでお願いしております。辛いもの大好きなんでね、早速こちらも出来立ていただきます。もう今回はですね大盛りで具増しで注文してますので、パンパンですね。うまい、うまからめちゃくちゃうまいですよ。醤油のね黒さが際立っているので、画面越しだと伝わらないかもしれないですけど、一番辛いものに関してはなかなか結構辛いです。これちょっとどんどん麺とかを食べていかないとスープが決壊しそうなんで、もう早速いきましょうか。うわー、うんまっ、うん、あうまいな。やっぱりうまくて辛い麺類は共通して言いますけど、より辛さのおかげで麺の甘みとかが際立つんですよね。そこにこの醤油の香りとか合わさるとよりうまみが出てたまんない、止まんないThank you.
ちらももちろんライス注文しておりますので、先ほど1杯目にいただいたスタマンに関しては通常の具の量で注文してあるんですけど、この辛いスタマンの方は具増しと、これ280円なんですよ。なのに差がすごい、もうねお得すぎるんですけど、ただ本当にね知らずに押されてしまうと一般の方はね食べられない方も多いと思うので、それもまた気をつけてほしいんですけど、食べれる方であればねもう本当お得すぎるこの肉だけで丼1杯食えるもんね。好きだな、卵を使わないとですね。まずはこちら魚玉ですね。魚粉と生卵が合わさった漬け卵なんで、やっぱ辛いのに魚介は合うからな。よいしょ。あ、いい香り。またね、唐辛子の香り、魚介の香りが合う。うまい。2杯目もあっちゅう間ですね。やっぱり今回ですね、辛めで注文してありますので、食べ進めていくとね、どんどんピリピリしてきたというか、体がポッポして、ちょっとずつ汗かいてきました。そこにまたさらにこの辛い生卵ですね、これがまた合うんですよ。唐辛子のね辛みだけではなくて、キムチの酸味とかが加わることで辛みはねやっぱり増すんですけど、よりさっぱりいけるというか、確かこれ前回もいただいたけどすげえ好きだったんだよな。こちらのね鈴木さんはいろんな YouTuber さんも動画で来られているので、 YouTube で鈴木と調べていただければいろんなね動画が出ると思うんですけど、このどんずらと言いますか、ラーメンの映像だけでものすごく食欲されるんですよね。僕も今日撮影来る前にやっぱりこう食欲をね湧き立てようと思って調べて皆さんの動画見たりしたんですけど、いやこれ見た目がまず反則ですよね。久々のこの一杯だから一瞬だな。もう今日の残りはですね、この具材とご飯だけですよ。
辛くなっちゃうな。ただいましっかりとね具材取らせていただきまして、残すところこれのみですね。うん、はあ、ということでただいまですねこちら2杯目にいただきました辛いスタマンそば、すべて完食させていただきました。今ね口がビリビリと辛い状態ですが、ここに最後ですね、すみません締めをお願いします。はい、ということでこちら本日の締めですね、この辛い口に牛乳を流し込みたいと思います。これがねうまいんですよ。ああうまかった、ああごちそうさまでした。ということで本日はですねこちら元祖スタミナ満点ラーメン鈴木熊谷上ちゃん店さんで美味しいラーメンをねたくさんいただきました。僕もね前回動画を撮影させていただいてもう本当に好みでして、ずっと来たいなと思いながらも、ご無沙汰になってしまいましたが、やっぱりですね変わらぬ美味しさと変わらず好きだなという気持ちをね再確認できました。お店自体はね東京と埼玉にしかないので遠くて行けないよって方もいらっしゃると思います。ただ、今ですねこう宅麺さんでも通販で冷凍ラーメンを買えるようになっておりますし、それ以外にもファミリーマートさん等々でカップ麺でベビースターからもねコラボ商品が出ていたりと、いろんなねこのスズキという商品が全国でね楽しめるようになっておりますので、気になる方はお近くのコンビニ、それ以外にもこのネットの方でですね通販を買っていただいて美味しいラーメン試してみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらを合わせて概要欄の方をチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、お腹ちょうどよくいっぱい。